というのは。と、寿限無、無期限の寿命、それは長くしそうだ。1月17、18日の2日間、朝北区壁の広島市朝北区民文化センターで朝北演劇空間が開催されました。今回で5回目を数えるこのイベントは、朝北区内で活動している演劇グループの活動成果を発表する場として行われています。2日目となった18日は2つの団体がステージに上がりました。紅葉劇団は創設6年目で平均年齢70歳、倉掛公民館を中心に月に2回練習に励んでいます。今回は喋りたい女と聞きたくない男と題し、中高年が繰り広げる日々の生活をユーモラスに演じました。でもね、私が作った台本に書いてないセリフばっかり言ってるでしょ。お客様の中に今日も男性の方が数名いらっしゃる、数名かもっといらっしゃったんで、あの方々が特に感じてほしいですね。だけどそういう男性を世に出していくのは女性の力ですから、まあ両方でしょうね。ほっとしましたですね、皆さんのおかげでね。まあ大成功とまでいかないけど、まあまずまずじゃなかったと思うんですが、まあ練習したから精が出ました。ありがとうございました。地域の人に元気が出るようなお芝居を届けていきたいと思います。朝北舞台表現クラスは小学生から社会人までが集まり、舞台表現の基本を大切に練習しています。今回は落語を演劇風にしたお後がよろしいようでを上演しました。引っ張りだ、そんなに来るから女が来るたら映画ほら、食うのが当たり前よ。まあ落語を題材にしているので、まあ落語でその使っている言葉をなるべく変えないようにしている練習をしました。すごい生き生きしていたので、今までみんなと練習してきてよかったなと思います。すごくノリのいいお客さんが多くて笑ってくれたり、最後に手拍子をしてくれたりして、すごく良いお客さんが多かったです。192番です。最後に朝北演劇空間5周年を記念してお楽しみ抽選会が行われ盛り上がりました。皆さんの熱意が大変伝わってきました。恒例の、まあ恒例じゃないかって怒られますけど、頑張ってらっしゃったのでとても励みになりました。で、朝北の舞台表現の方は洗練されたスタイルでとても良かったと思います。友達が出るって聞いていたので来ました。友達の舞台の様子見てどうでしたか？すごくかっこいいと思いました。とても楽しかったです。